スポーツ文化育成総合ニュースサイトジアンサーはパリ五輪期間中新オリンピックの見方と題した特集を連日展開これまでの五輪で好評だったオリンピックの見方をスケールアップさせ大のスポーツファンも4年に一度だけスポーツを見る人も五輪をもっと楽しみもっと学べる見方をさまざまな角度から伝えていく社会の縮図 とも言われるスポーツの魅力や価値が社会に根付き、スポーツの未来がより明るくなることを願って。画像、福島由紀が大物アスリートの応援に訪れた私服プライベートショット。今回は連載、なぜ、人はスポーツをするのか。スポーツはなぜ世の中に必要なのか。五輪という極限の頂にたどり着いたアスリートだからこそ、導き出される、アンサー、問う 第3回はバドミントン女子ダブルスでパリ五輪を目指した福島由紀。3年前、金メダル候補として目指した東京五輪は直前にペアを組む広田彩香が大怪我を負い、力を発揮しきれないまま8強で敗れた。決意を胸に臨んだパリ五輪レースはまたも試練に襲われ、道半ばで涙を飲む。目指した舞台にさえ立てず、絶望的な感情に襲われても、一人のアスリートとして前を向く。 何度も失意を味わいながら、コートに立ち続ける原動力を明かした。取材、文イコール藤井正彦。パリ五輪で金メダルを獲得するという目標を叶えることができませんでした。最後の五輪レースの試合が終わった時は、パリの舞台に立てない悔しさよりも、やりきったという気持ちの方が大きかったです。2021年の東京五輪の話になりますが、 開幕直前にペアを組む広田が右膝前十字人体断裂という大怪我を負いました。世界ランク1位で迎える日本での五輪、私たちはメダルを狙える位置にいたと思います。その舞台にも立てなくなる可能性がありましたが、広田は大会前に手術はせずにプロテクターを装着して出場することを決意。これまでのようなプレーができないからこそ、これまで以上に声を掛け合いました。 私は広田の分もすべて拾う気持ちでしたし、広田も必死にプレーしてくれました。結果は準々決勝で敗退、多くの方から諦めない姿勢に感動と勇気をもらったなどの温かい言葉をいただきましたし、私も広田の懸命なプレーに勇気づけられました。その後、広田は手術後の懸命なリハビリを乗り越えました。練習でコンビネーションをさらに磨き、パリ五輪のレースに挑みました。 取りこぼす試合ももちろんありましたが、なんとか出場圏内にいることができました。でも、順調にはいかないものですね。昨年12月にインドで行われたシドモディ・インターナショナル、BWF ワールドツアースーパー300の準決勝で、広田が左膝を負傷して棄権しました。左膝前十字人体断裂という診断でした。今となっては日が経っているので、話せるようになってきました。 先ほどはやりきった気持ちの方が大きかったと話しましたが、こうやって当時のことを振り返ってみるとやりきれない気持ちというか、辛かったですね。